まだまだいける。あ、なんだここは。奥に何かある。いや、いるぞ。こいつ、フィルフサの王？大きさからして間違いなく王主だ。でも、なんだろう、前に戦った王主と雰囲気が違う気がする。タオさん、どうかしましたか？このフィルフサ、誰かに手を加えられてる。何かの装置みたいなのをつけられてる。あの装置、かなり古い時代、神代のものか。なんであれ、戦いは避けられないらしい。お前たち、攻撃に備えろ。こんなとんでもねえ化け物を神代のやつらはどうするつもりだったんだ。ぶっ倒してから調べるさ。なあ、ライザー。行こう、みんな。こんな恐ろしい魔物が存在するのか。止めろ。一人でどうにかできるの？いきなり、こんなつながらせ。お願いパピー、ライザー、お願い。わかりました、任せてくれ。パトリシアさん、隙だらけよ。ご覚悟しなさい。二度目だ。見てて。遅い。まだまだだぞ。ライズさん、お願いします。私が行くよ、パティ。行け！ライズさん、助かった。始めるよ。大盤振る舞いよ。ありがとう、ライズさん。遅い。どうした？私の手に入る。寝ちゃいなさい。隙あり。冷たいのがいいかな。終わらせる。始めるよ。大盤振る舞いよ。始めるよ。いっけ。ライザ、助かった。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ありがとう、ライザ。逃がさん、まだまだだぞ。いっけ。逃がさん、どうしたの。終わらせる。始めるよ。いっけ。本当、ライザさんは頼りになります。フェデリーカ、頼める。そこだ。わかりました。ライザ、どうして。届いて。任せて、フェデリーカさん。切り刻みなさい、フェデリーカ。奥義はそんなこともできるんです。投げます。力を、うっ。あれだけ弱っていれば鍵を作れると思いませんか。クリスタルの力使い。このクリスタル、力を貸して。こいつ守りが集中攻撃で倒せるかも。やったな、フェデリーカ。これで雪のように見えるでしょ。そこだ。まだいける。せい。ここなら通る。季節外れの春はいかがですか。あら、お気に召さなかったようで。冬の月もあげますね。行きます。
ズさん、お願いしてもよろしいですか。いっけー、ありがとうございます。ライザさん、どれにしようかな。遅い。みんな気をつけて、強い攻撃が来そうだ。それそこだ、この位置なら。リラさん、お願いします。それ当てみよう。これおしまい。使えそうなものは。行くぞ、コアクリスタル発動だ。使えそうなものは。さあ力を見せろ。フェデリカ、お任せください。リラさん、位置なら。クリスタルの力使え。コアクリスタル、力を貸して。これで決める。これを使うべき時ですね。コアクリスタル、力を貸して。このマジでやばい、どうしよう。行きます。いかがでしたか。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。はい、どれにしようかな。大盤振る舞いよ。すみません、リラさん。リラさん、お願いします。お願いします。任せろ、フェデリーカ。さあ力を見せろ。大丈夫、まだ立てる。もう一度。この時捉えた。始めるよ。皆さん注意してください。大盤振る舞いよ。ありがとう、ライザー。ああ、クラウディア、行けるか。終わらせる。見えた。もう一度任せて、クラウディア。今なら攻撃が通るかも。クラウディアもなかなかやるんだな。ただの蹴りではないぞ。パトリティアさん、お待ちください。クラウディアさん、とどめだ。決めます。剣に炎を。まだまだだぞ、とどめだ。今使うべきものは。決めた、これです。この、使えそうなものは。行くぞ、コアクリスタル発動だ。リラさん、任せてください。まだまだ。わかりました、ライザさん。どれにしようかな。好きだらけ。そこだ、決めました。せい、始めるよ。リラ、ライザー、お願い。クラウディア、これで決める。始めるよ。いっけ。使わせてもらう。さあ力を見せろ。大丈夫、つけないでしょ。私に任せて、リラさん。シュート狙って付き合い。そこだ、遅い。皆さん、頼みます。はっ、大盤振る舞いよ。見切れるかしら。いけ、これです。やばい、マジでやばい、どうしよう。
な、怪我はない？はい。それにしても恐ろしい化け物でした。これまだ動いてるみたいだ。フィルフさんにつけられていた機械です。むやみに近づかない方が良さそうですね。だね。それにこの機械だけじゃ何もわからないと思うし。なあ、ここに本が落ちてたぞ。すっごいボロボロだけど。なんて書いてあるんだろう。タオ、読める？これって、まさかフィルフサについて調べた資料だよ。フィルフサを調べただと？間違いないのか？うん、どうやら間違いないみたい。ざっと要約すると、形質に一貫性のない軍隊生物フィルフサの正体は、フィルフサは生物、主に移動可能な動物に取り付き、魔力を媒介に、その虫に取り付けば虫に、獣に取り付けば獣の形となる。この外種を問わず戦力への変換が容易であり、他種の生存を阻害する環境を生成する特性は非常に有用である。つまり神代の民はその機械をつけてたやつみたいにフィルフサを武器として利用してたってこと？そういうことだね。この狂気の、その力はフィルフサの心臓にあたる生命核に送られ、強化と同時に完全な制御下に置けるらしい。生命核、つまり虫歯みの女王における宝玉のよ。それだけじゃなく繁殖期の修正を、これは錬金術で生み出されたものだな。錬金術師がやったの？このしかも異界の各地、多分フィルフサの分布地域に同じような機械が網の目、まるでフィルフサっていう種を乗っ取る別の生物のよう。攻撃性も増大させていると言ったな。まさか大進行という生物の範疇を超えた進撃を起こさせていたのも。集落の人に聞いた、異界者のやったことがこれ。生き物に命に対する誠意を感じられない。カラさんは単にここの十分あり得るな。ただの害獣討伐をし、我々がこの悪意の仕組み、これはどういう状態です？わからない。でも絶対まずい。そうか、受け手が破壊されたのに変わらず膨大な力が送られ、みんな急いで離れろ。なんてこった、神代のために通じ、しょうがないよ。今はカラさんのと、一度戻るしかなさそうですね。王子は倒してもフィルフサが消えたわけじゃない。ここを出るまでは気を抜くんじゃないぞ。 Thank you.